あれなので、今回どうなんですよね。今回はですね、今回もマリオを使った検証どうなんですけど、3月1日今日ですね、まあ、マリオのアップデートが来てね、ドカンっていうのが追加されたんですよ。ドカン置きますね。はい、ドカーン、はい、このね、土管が追加されて、A ボタンで入ることができるんですよ。あれ？バンバーンって感じで入れるんですけど、このね、土管を島のどっかに2つ置くとね、ワープができるんですよ。今フランスがピコーンってなってなかったか。じゃあ一回ここに置いてみよう。で、ない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 です。めっちゃ閉じ込められてんじゃん。何の話よく聞いてなかった。挨拶を決めてほしいのね。はい？それじゃあ行くわよ。はい？どうかしら、おばさん。おいしょー。で、これで、どこの土管に入ると、パーン、チュルチュルチュル、パーン、ドーンって感じで、こう、ワープができるんですけど、このゲームですね、住民と仲が良くなるとね、もうプレゼントができるんですよ、直接。これいらないで、このようにプレゼントできるんですよ。で、今から土管プレゼントするんですけど、住民ってたまにね、カードプレゼントしたら家の中にね、その箱を飾ってくれる時があるんですよ。で、まあ今は住民土管を上げて、まあ住民の家に土管を飾らせます。で、俺がもう一つのこの土管に入ったら、まあ住民の家に不法侵入ができるのではないかということで。じゃあ、純ちゃんにあげよう。ヨガしてる純に土管あげよう。あ、どうだい？あれ、なんでだろう？僕たちヨガで、あーってどうしたらなんかバクってない純。はい、土管。まさか。土管かい！まあ、びっくりするような土管なんてもらったら。さあ、じゅんさんに今土管げたんで、きっと、一日ずらしたら飾ってくれてることでしょう。さあ、一日たったらこれ、じゅんさん家に土管飾ってきて。まず、外にいないよな、じゅん。いやー。さあ、結構時間経ったんで多分いけると思うんですけど。さすがに、じゅんさん、あれから5時間ぐらい経ってるから家の中に帰ってるでしょ。おー、まず飾ってるのかさ、ここからまず土管を飾ってくれているのかですから。おーよかった、これ入れんの？わっ、すげえ、ちゃんと入れ不法侵入できんのか。じゃあ早速行きますか。やったやった。さあ、ここで土管に入ったら、じゅんさんの家不法侵入できるんじゃないか。行きます、せーの、不法侵入、レッツゴー。さあ、不法侵入、あー違うわ、ここじゃないわ。行きます行きます行きます、せーの、はい、不法侵入、侵入。さあ、あ、いけないよ、こうなってんじゃん、ジュンの家に土管あるじゃんって。なんで、ちょっと何を不法侵入、なんでこの土管は住民の家に繋がってないの。おかしい、なんで住民の家に不法侵入しようとしたのに。ねえ、不法侵入、なんで不法侵入しちゃダメなの。